作り方を配信してます。でパールっていうのがほうれん草で、あのパニールっていうのがカッテージチーズですね。カッテージ、まずほうれん草茹でる準備。お湯が沸騰してきたので、この感じ小さじ半ほど入れます。重塩ですね。そしたらこのヘタの部分からほうれん草を入れていきます。今日はほうれん草は 1.5 束ほど使ってます。重塩入れないで作ると、あの色が鮮やかにならないので、重塩入れてください。茹でることはだいたい30秒ぐらいかな。はい、火を止めて取り出します。冷たい水で洗って、そして水切りをします。ぐだぐだ切ります。ミキサーに入れて、で50ミリほどの水を加えて、はい、回してみます。これでほうれん草のペーストが出来上がりました。はい、それでは早速作り始めたいと思います。まず材料を準備していきます。玉ねぎ半個分みじん切りにしてます。今日は新玉ねぎ使ってます。そして生姜一かけみじん切り、にんにくも一かけみじん切り、そしてクーミンシードが小さじ1に、鷹の爪も種取ってあります。辛いの平気な方は種取らずにも大丈夫で、1本使います。ターメリック今日は小さじ半ですね。そして塩を使います。今日は小さじ1より少し多めに入ってます。甘塩なんで、自分の家にある塩の塩分に合わせて塩使いください。そしてこれはアサフェティーダですね。アサフェティーダというのが、ネパール語ではヒンと言います。小さじ4分の1使います。はい、その他に、とろみつけるのに米粉を、まあ、大さじ1杯ぐらいですね。水を大さじ2杯ぐらい入れて溶いておきます。米粉ない方はコーンにした使っても大丈夫です。で今日の主役パニールになります。まず切っていきます。まあ自分の好みの大きさで構いません。その時できた形でもちょっと違ってくるんですけど、で食べやすい大きさにしていきます。パニールを切ったら早速調理に入ります。まず小さめのフライパンの火にかけます。ギーですね、小さじ1杯程度入れていきます。ギーない方バーターもしくは油使ってもらっても構いません。しっかりと温まったらパニールを入れます。油脂のあるものなんで焦げやすい、早めに焼き色がついてきます。こんな感じで軽く焼き色がつけばそれで十分です。そしたらまた辛いを投入します。これはカレー作る専用の鍋になりますが、辛いがない場合は普通のフライパンでも構いません。カラクパニールっていうのがベジタリアンの人たちが食べる、どちらかというと少し贅沢な料理になってきますので、牛を使うのが一般的です。なのでここでも牛を使っていきます。ただたくさんはいらないです。小さじ2杯ぐらいで大丈夫です。火が温まってきたら、ここにクーミンシードと鷹の爪一気に入れます。クーミンシードはしっかりと焦げ茶色ぐらいになるまで炒めていきましょう。鷹の爪もだんだんちょっと濃いめのワインレッドになっていきます。もうスパイスのいい香りがしてきたなと思ったら、だんだんねこのクミンとか火を通ってくると浮いてきます。見た目通り、あの鷹の爪もしっかりと火が通ってますので、まず生姜とニンニクのみじん切り入れます。軽く混ぜたら玉ねぎ入ります。今日新玉ねぎなんで少し粗めのみじん切りにしておりますが、新玉ねぎでない場合はもっと細かくみじん切りにしてもらっても構いません。はい、そしてアサフェティーダ、ヒンが入ります。さらに塩を入れます。はい、ここにターメリック入ります。はい、こんな感じで割りかし玉ねぎがしんなりしてきたら、まず先ほど作っておいたほうれん草のペーストを加えます。さらに残ってるものももったいないので水を入れて洗って入れますよ。まあ、ほうれん草自体も一度茹でてあるので火は通ってますが、それでも少しプツプツするまで待ちますよ。
今日はほうれん草多めなので結構こってりとしてます。ここに先ほど炒めかけミールをつけておいたパニールを入れていきます。もう一度混ぜます、ね、これ見た感じすごいドロドロに見えるのかもしれないけど、実はねしばらくこのまま煮込んでおいておくとちょっと分離するみたいな感じになってしまうんですよね。まずとろみを確認して必要に応じて水を加えたら、先ほど研いでおいた米粉を加えます。米粉の場合は、片栗粉よりもちょっと優しいとろみがつくので使いやすいです。はい、こんな感じで、プチプチしてきたらパーラックパニールの完成です。